本日のプレミアムトークのお客様は栄東町づくりの会、顧問の臼井様、それから、はい、臼井さんですね、はい、理事長の六角信子様にお越しいただきました。ありがとうございます。楽しい町、住みよい町、住みたくなる町のためにですね、日々ご尽力をされていますお二人と、また一緒にですね、その町づくりに奮闘されております名古屋テレビ塔株式会社大沢社長といろいろとお話を進めていただきたいと思います。それでは大沢社長、はい、よろしくお願いいたします。皆さん改めておはようございます。秩父電力未来タワーを運用管理しております名古屋テレビ塔株式会社の大沢でございます。今日も朝からご視聴ありがとうございます。それでは早速、今日はまあ、栄というのが本当にちょっと最近まで結構栄がこうバラバラっていうのか、なかなか行き来がなかった。それをやはり連携取っていろんなことができる素地を作っていただいたっていうのか、栄東まちづくりの会、この会がかなり栄の中でも活躍をされて、そういう役割をしていただいたということで、実はすぐ隣町なんですけども、今までは結構距離があったんですね。ここ数年もう本当に今ちょっとコロナで止まってますけれども、もう年間に本当に2ヶ月に1回は必ず会うような、そんな今関係にしていただいた臼井さん、六角さんに今日はおいでいただいて、大いに栄を語っていただくということをしたいなというふうに思って大変楽しみにしております。よろしくお願いします。お願いいたします。でまず名前がですね、栄東で、栄南というのもあるんですけども、栄東っていうのがどういうところから由来があるのか。そうですね、やはり私たちの栄東地域っていうのは、あとで地図も出てきますけど、栄4丁目5丁目をベースにしてるんですけど、意外とそのエリアの中に若者のお店のね、ブティックだとかそういうのは結構ありましてね、でそのところで結局名古屋駅の駅西が昔は駅裏って言ってました。そうですね、だから東京の渋谷の原宿なんか裏原宿と、そう、もうで裏っていうのは結構使うのがいて、でその若者たちもそれにあやかって栄東のところのエリアを裏栄と言いたいと言ってきたんですよ、ね、それはちょっと待ってくれと、我々は表でいたいんで裏は勘弁してくれっていう時に、実はその頃ちょうどパルコさんもオープンして、その時にエリア発信としてパルコさんが栄南という名前をちょっと使われた。でそれをうちの六角がこういう名前が出てるんでどうしたらいいかっていうことになる。でその時にじゃあ栄の東側にあるんで、栄東というふうにした方がいいんじゃないかなということで、その栄東という名前は本当に単純な形から出てきたことなんですよね。なかなか例えば江戸時代からの住吉とかね、あるいは戦後の錦とかね、そういうイメージっていうのはあまり栄東地区はないですよね。どうしても女子大工事っていうのが都心町に昔中京女子大学、短期大学なんですが、その後は中京女子高校っていう専門、高校がありましてね、でそこのエリアからこの流れから女子大工事という名前は一応定着はしておったんですけどね、なるほど、ごくごく一部なので、栄4丁目の一部でしたので、栄4丁目5丁目全体を捉える名前としてはやっぱり女子大工事はちょっと厳しいかなということで、栄東という名前を出させていただきました。じゃあその範囲というのはどこからどこまでかっていうのは、そうですね、今ここに出てますけど、北側が広小路通り、で西側がテレビ塔の通りのこの今の久屋大通りですね。で東側が空港線って俗に言われます。空港線ですね、都心町から丸太町の、一番南側の大きな通りが
若宮大通りといいまして、はい、まあ、この辺があのこの大きな通りに面に囲まれたところの、うん、4丁目5丁目を境東地域といいます。拡大するとこういうあれですね、はい、あ、なるほど。だからちょうどこれあの名古屋市が平成25年にお作りになった境グランドビジョン、はい、あれの範囲でもあるんですね。そうですね、ギリギリでしたね。あのこれもあのきちっとその範囲の中に入って、はい、まあ、あの魅力ある感動空間というかね、そういうようなあのキャッチフレーズであの整備を始められたということですので、まあ、今は久踊公園をあのリニューアルしたところですけれども、あのグランドビジョンから言えばここも含めてね、栄の魅力というのをあの名古屋市として の計画をされているということですけれども、ただその前に、まあ、女子大工事おっしゃったんだけど、その頃っていうのは結構治安の問題とかですね、その街づくりとしての安心安全という点で あのいろんな課題があったように思うんですけれども、そのあたりはどうでしょうか。私ちょうど 学生時代なんかあの名古屋にいなかったので、うん、あんまりその怖いとかなんかはないんですけど、どうしてもイメージで、うん、あのタクシーに乗ったりすると怖いとこですよねって言われるんですよね。だから臼井さんと汚い暗い怖い 3K ですけど、うん、これをあの一掃しようっていうことで、うん、ちょうど池田公園があったので、そこを情報発信の場にしてこの4丁目5丁目の街づくりを作っていこうっていうことで始めたんです。ああ、なるほどね。でやっぱ具体的にあのこういうあの、まあ、いろんな訓練も、まあ、これ防災訓練、防災訓練ですね、秋の10月に行っておりまして、はい、まあ、これは、ね、自慢話なんですが、はい、この我々みたいな一団体がですね、はい、する事業にこういう具合に名古屋市さんが消防、まあ、特にこういうものを出していただいて、はい、防災訓練をやるなんていうのは本当に珍しいと思って、うん、ええ、ちょっと自慢にしております。おっしゃる通り、あの私も何回かあの参加させてもらいましたけど、規模でかいですよね。 そうですよね。それでもビルからの避難者とかね、そういうようなあの実際の災害に向けた訓練をねされてるっていうんで、あの本当に池田公園が拠点になって、あの大変な訓練をされてるなっていうのがもう第一印象なんですけど、それはよくあれ声をかけられて皆さんまとめられましたよね。あの学区がいろいろあるでしょ、はい、だからなかなか名古屋というのは学単位で動いてるもんだから、学区が違うと文化が違うぐらいの感じがありますよね。あの防災訓練っていうのは、うん、あのやっぱりあの女子大工事っていう繁華街でお店があるんですけど、あの新宿の火事以来、あのビルではなくて店舗ごとに防火管理者を設置しないといけなくなったんですね、それで年2回あの消防訓練が義務付けられてるんですけども、うん、大きなビルなんかはあのそこ独自でやれるんですけど、じゃあ小さいお店が年2回やりなさいってもなかなかできないので、うん、それであのビル協会がもともと主催になって、うん、あの1回目は池田公園で実地訓練、うん、で2回目は2月に防災防犯講習会ということで消防署さんとそれから警察の方に講習をお願いして、でそれの訓練にあの出たら、あの中消防署というあの、お名前が入っているシールを会員の方には差し上げてお店に貼っていただくと、あの訓練をしたよということになってますので、結構たくさん参加していただいてますね。あのオーナーさんの意識の高いところは特にあのテナントさんに全部そういう案内を配って出なさいということでしていただいているので、それはすごくありがたいです。でこれはあのトイレ の, あ の, そ の, あの水を使わない災害時に、はい、でたまたまこれを復旧されているあの長谷川さんという方とちょっとお知り合いになって、はい、でそれであの防災訓練の時にあの始めたんですけども、意外と皆さんあのそのトイレのことっていうのはなかなかね、うん、あの大変だっていうのは分かってても新聞にも出てこないし、ね、話にも出てこないんですけど、あのいや災害の時にはトイレが一番あの肝心大事ですよね、はい、あの時間帯で入れますからね、はい、で神戸の時に、うん、あのちょうどこれ始めた時に中消防署の署長さんが若い時にあのボランティアで行かれて、その時何が大変でしたかって言ったらトイレですとおっしゃって、で毎日トイレの、ね、掃除をしたんですって。
で僕はこんなことして何をしてるんだろうと思うぐらい、でもやっぱり我慢できないのはトイレですので、でこれをプレゼンすると皆さんほーっておっしゃるんですね、うん、携帯トイレっていうのは知っててもなかなか使い方っていうのを具体的にはしてないの でこれはいろんなところで今続けてます。はい、皆さんに知っていただいて災害になった時に誰か知ってる人が必ずいて、これはこうやるんだよって言ってくださればトイレが正しく使えますの でそれを広めていこうかなっていうふうには思ってます。素晴らしい。私も、この被災大通り の発展会でシェイクアウトとかね、なんかはやってますけども、他の訓練にも出てますが、このトイレの、ね、実践的な、ね、あれを見たの初めてなんですよね。で非常に勉強になりました。だから一度シェイクアウトの時に、はい、この防災トイレを一緒にやらせてください。お願いします。ぜひこれは本当にもう災害が起きたらもう時間単位で必要なことですもんね。それと夜の夜回り、あれパトロールですね、パトロール、あれも本当よくおやりになっている。これはパトロールとか、はい、あるいは自転車、違法自転車、違法駐輪自転車の撤去も含めた注意勧告とか、はい、あるいは違法看板なくしたり、はい、そんないろんなのをまとめながら、こうして、まあ、長警察さんはもちろんですけれども、行政のいろんな担当のところがありますね、はい、住宅都市局さん、緑生土木さん、そういうところとも一緒にタイアップして、結構な人数で80ぐらいからパトロールしてますね。そうですか、はい、いや総会の懇親会とか新年会なんかに出させていただいて、非常にいろんな方とお会いできて感謝してるんですけども、中省の皆さんがほとんど課長以上全員見えるでしょう。そうですね、私が会計課長さんが出てきた時はすごくびっくりしました。ほとんどの課長出て見える、ね、はい、全員来てくださってます。だから中省ごっそりね、まあ、東急ホテルで言われになるんだけど東急ホテルに移転されたような、ね、感じになっているということは、日頃ねやっぱこういう関係で警察と密に連携をしながらねおやりになっているんだなということは、そうでなきゃおそらくそんなね現場の方まで課長級の方まで出られないですよね。それはね本当感心しました。ありがたいですね、はい、やっぱり日常活動がある。それからこの落書き消したい、以前はあれイラン人とかいろんな方が、まあ、得意な模様を、ね、お書きになってたんだけど、これも結構地道な活動ではあるんだけども、ね、大変ですよね。これも、はい、ね、まあ、彼女がさっき言いましたように、うん、汚いくらい怖いの汚いうちに入るんですよね。そうですね。で、まあ、境東、まあ、この地域もそうなんですけども、結構コインパーキングが多いじゃないですか。多いです。コインパーキングってのは人影が少ないもんですからね、うん、結構落書き消し、はあ、から、まあ、トイレの簡易トイレ場になったりとか、ね、だからそういう点で汚いなっていうのがあったもんですから、とにかく落書き消しをやりましょうということだ。なるほど。書かれたら消す、うん、書かれたら消すっていうこと本当にやりましたね。消したあるいは塗った後にすぐ明くる日に書かれてたケースっていうのはありますんでね。まあ、あるテレビ局さんと一緒になって徹夜で張り番したことありました。これもう本当にいたちごっこっていうか、もう根気仕事ですね。そうですね、どちらが根気に負けるか。みんなボランティアですからね。みんなストーブ持ち込んだりしましてね、でよく仲間が助け合ってくれましたなと思いますね。あ、素晴らしい活動ですよね。本当に根気よくおやりになってる。それからもう一つは安全安心のまちづくりができると同時に、もう一つは、まあ、境グランドビジョンにありますような魅力づくり、町の魅力づくりというのが、まあ、池田公園という、ね、拠点が非常に有効にお使いになってますよね。あれは本当に感心するんですけど、これも本当に池田公園を境東の地域の情報発信の場というふうに捉えてましたので、もうできるだけ池田公園でイベントをやっていただきたいという思いがありまして、うん、実はこれも七瀬淳子さんという、うん、まあ、方がお見えになって、その方が提唱してふれあい音楽祭をやっ
って、まあ、ここコロナで2年ほど中止されちゃってますけれどもね、まあ、ここに来てますようにいろんな方が集まっていただいて、うん、で、まあ、売上というか参加料のかなりをいろんなところに寄付をされているという慈善行為もされてますので、まあ、こういうイベントはたくさん誘致して活性化につなげていきたいなというふうには思ってますね。ちょうどこの大きさも規模感もね、そんなに金もかからずにちょうどいい規模ですよね。確かにそうですね。伊勢大通りの南ぐらいだと、うん、あそこでイベントやろうとすると相当ね、お金も含めて、動員力も含めているんですけど、池田公園というのはちょうどその栄東の、 地区の町からするとバランスの取れたね、使いやすいというかね、だから非常にそういう面では町づくりにとっては都市公園の役割というのは非常に重要ですね。確かにそう思ってます。まあ、ただどうしてもトイレが汚いとかそういうのがあったもんですから、ええ、まあ、昨年リニューアルをさせていただいて、トイレもきれいになりましたので、ね、一度使ってみてください。この久踊りもそうですけども、やはり公衆トイレというのはなんとなく汚い代名詞みたいになってて、まあ、誰しも行きたくないわというところが今だんだん変わりつつありますよね。だからそういう面では本当に皆さんが活用できる公園というのがちょうど栄南の方も矢場公園があって、そうですね、あそこでいろんなイベントをね、盆踊りとか音楽祭だとかいろいろされてますね。もうまさに音楽祭までおやりになってる、はい、だからやはり街づくりというのは本当に必要な広場、そこで魅力的なイベント、そういうものを定例的に実施されるということがやはり町の魅力っていうことになってくるし、それからあとまた出てきますけど、イルミネーションですね、これも素晴らしい。ちょうど懇親会をおやりになった後点灯式をおやりになる、だからそうです、総会で参加した人がみんな点灯式に参加をする、そして消灯式もやる、そうです、新年会と兼ねてますんでね、はい、だからそれがちょうどいいバランスでね、はい、だから単なる栄東の会員の人以外の来賓の人も含めて一緒になってこのイルミネーションというものをご覧になってこう PR にもなるし参加感もあるしっていうんで、まあ、よく今までおやりになったあれも経過も参加させていただいてますが、何年頃からどれぐらい続いてるんですか。正直正確には栄東まつくりの会というのが正式に名前をつけて発足したのも23年前になりますから、ね、なるほど、その前から一度いろいろ活動してるんですけれども、うん、正直言ってまだせいぜい20年ぐらいの団体ですので、はいはいはい、まだまだこれから成長していく組織だろうなというふうに思って期待はしてますけどね。はい、20年ですか。そんな程度ですね。すごいね。20年ってちょうど20年前っていうのは、冒頭に申し上げましたように栄地区はいろんな会があるんですけど、みんなバラバラでしたよね。そうですね、ほとんど顔も知らない、会長さんの顔も知らないぐらいの関係でほとんどバラバラだったのが、この20年で栄南さんも大須も、それから、まあ、栄東さんもちろんだし、久屋大通り発展会もそうだし、そこがこうお互いに連携し合ってね、お互いに顔見知り で主なイベントにはお互いに参加しようやという形で、まあ、栄が一つという方向に向かってこう変化してきた20年ですよね。その中で今おっしゃった栄東さんがもう本当に中心になって、栄東というイメージが僕らなかったんですね。20年前は名前がなんか東新町と新栄の間にある町みたいなね、追松地区とかそういう個々の名前はあったとしても、そこを総称する名前が全くなかった。それがやはり皆さんが理解していただくためには合言葉のように一言で言い当てる名前がないとダメですよね。そういう面では栄東という名前をお作りになったというのは本当にそこがもうスタートであり、20年間の実績がその中で積み上げられたというふうに
思ってますけども、まあ、名古屋もだんだん免疫の話題から栄に移ってきて、それで今中日ビルさんも建て替えになる、ね、それから三越さんの前も、まあ、やがて動いてくる、それから下大通りの南の方も、まあ、今検討に入っているということで、まあ、いよいよ栄が表に出て話題になる時代になっていくと思いますけれども、そういう中でなんか夢とかですね、栄をこうしたいというようなお話を伺えればありがたいんですけど、私はやっぱりこの久屋大通公園っていうのは他にない見られない公園なので、やっぱりこれを核にして私たちは東側、ああ、西側にもいらっしゃいますし、ここの栄に来ていろんな町を歩いて楽しめる、うん、こう面を楽しめるっていうところはなかなかないと思うんですね。それも各栄東もそうですし、栄南さんでも全然雰囲気の違った町ですのでね、うん、いろんな楽しみ方ができる、そんなところはなかなかこのないと思うんですね。そうですね。だからここをぐるっと1日夜まで楽しめます、だからそういう町になってくれて、名古屋だったら、あ、栄だねって言って、うん、札幌の大通公園ではなくて、うん、もうやっぱり瀬谷大通公園っていうのが全国区になるとこの栄もすごく皆さんに愛される街になるのかなというふうに思います。 ありがとうございます。まあ、結局今の栄南と、はい、この瀬谷大通り、はい、で栄東、うん、で栄南と栄東の間に瀬谷大通りが流れてますので、結局悪く言うとこれが分断されている形です。そう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 。ところが今これで伊勢屋踊り公園がかなり整備されて、まあ大沢社長さんが頑張ってらっしゃる伊勢屋踊り公園協、伊勢屋踊り協会もありますので、そういうところが一緒になって、やっぱり今彼女が言いましたように面での交流ができる、それが一つずつの栄南さんも栄東も伊勢屋踊りさんも発展していく大きな、流れになっていくんだろうなということで、もうとにかく今高低差が一番ネックになってますよね。ですよね。東と西の高さ、北と南の高低差、これにちょうど栄東は谷間になっているようなところがあるもんですからなんとかそこから浮かび上がれるようにする。そして今我々がやってきた楽しい街、住みよい街、住みたくなる街がいつまでも継続できるように続けていけたらいいなというふうには思ってますね。そういう面では、まあ今名古屋さんの方にも要望してるんですけど、もともとが久屋大通公園の再生事業、名古屋さんのね再生事業というのは町との連携を深くする、そして使いやすい公園にするということが課題だったんですね。ですからやはりまあ南が整備できた段階では栄東さんも逆に久屋大通りを利用される、それから こちらの北の方も栄公園を利用される、まあ三井さんがショップはおやりになってるけど、やはりそこでの魅力あるイベントがないことには人は集まらないんですよね。ですから今課題になっているのは北の方もできたんですけど、まだこれからなんですね。そういう面でおっしゃるようにそれが分断にするんじゃなくて連携するね元になる公園というところが、まあ、今回のグランドビジョンもそうですし有識者でまとめられた久屋大通りの在り方って熱いのがあるんですけど、そこの中にも明確に書かれている、それがまだ残念ながら実現されてない面も多いので、ぜひまあそういうところも連携取りながらねやっていくっていうのはこれからの栄の発展にとってものすごく大事で、それともう一つはそれぞれの連携は取るんだけどそれぞれの個性を生かすということでいくと栄東まちづくりの会の特徴としては多様性っていうかね、多様文化っていうのがこれがまた特徴ですよね。まあ、たまたま今年ここ近年はコロナで活動が鈍ってますけれども、やはり、まあ、多様性といういろんなことの多様性の中に、多文化共生というのも我々大きな、目標としてましてですね、我々の栄東地域に、いろいろやっぱ外国人の方の、
住んでる方多いんですよね、ですからそれを含めてですね、まあ、さっきちらっと出てましたあのバスケットボールやってましたよね。 あれもあの池田公園をベースにしてあそこで 3x3 というバスケットボールのその大会を外国人と一緒になってやる。でこれもあのダイヤモンドドルフィンさんってプロチームにお手伝いをしていただいてやってるので、なんとかこれもうまく継続できればというふうには思ってますね。ですよね、はい。まあ、ちょうど今コロナでインバウンドがね全部止まってしまってるんですけど、実は名古屋というのはインバウンド弱いんですよね。でそこで大事なことはやはり地域に多様性持ってないから弱いんです。だからそういう面では本当にインバウンドの拠点になるのがね栄東さんだっていうね、僕はそんな感じ持ってますので、ありがとうございます。ぜひあのコロナもいずれあの回復する時期が来ますので、その時にはもう本当に海外からのインバウンドの拠点でもなるようなね、それ栄全体が広がっていくような回遊性、そういうものをやっていくと非常に素晴らしいあれにあのなっていくと思いますので、そうなるべき努力します。頑張ります。どうも今日はあの大変貴重な時間来ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。この番組はですね、大沢社長が特にこの名古屋の街ですね、それから栄地区の活性化にご尽力されている方をですねゲストにお呼びしましてですね、はい、大沢社長だからこそ引き出せるというか、いやいや、まあ、本当に特別なお話をね、本当仲間ですので、うん、はい、もういっぱいお聞きできるということでですね、はい、今後もますます大沢社長がその辺をこのタグチューブでお話をさせていきますので、皆様ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。本日は臼井さん、六角さん、ありがとうございました。ありがとうございました。この番組次回のお客様はですね、大名古屋大学理事長大野孝明様をお招きすることになっております。それでは皆さんごきげんよう。